今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つある肝心なものが準備できていないの。その3つが名家不浄石、戦機革新、そして戦火呪符。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして戦機革新は軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦火呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様必要不可欠なものね。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。でも兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたらいい値で買い取らせてもらうわ。それと三つの素材を集めるのが早かった三名には、私に質問する機会をあげる。もちろんどのような質問にも答えるわ。この見返りはきっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが市場の規制を制することになるはず。ついてるぞ。つい最近不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも生きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？この私が知っていることであれば何でも真実を教えるわ。本当か？じゃあオイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密が分かればオイラたちもう二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん教えることは可能よ。ただしそれはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材は全てそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そう滅多にない機会よ。あまり時間をかけすぎると
他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行こうってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず玉境内を離れてって、あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、ずいぶんと優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ぼさっとすんな。早くついてこい。はい。おい、今の聞いたか？